私は今まで挑戦してできなかったことがない。メディアから言われたことは誰よりも早く成功してたし、勉強だって誰よりも早く理解した。例えばメディアから教わったことは数回、もしくは一度理解すれば大体はすぐにこなせたし、教えられた体術も誰よりも早く習得した。実際体術だけなら結果より強い自信もある。多分私は物覚えが早くて容量を得るのがとてつもなく早い天才なんだと思う。だけど私には欠点があった。それはサボり癖とアクションなところ。すぐに覚える、だからすぐにやってしまう。使えるから特に極める努力をする気にもならないし、その場の勢いとノリでどうにかなると考えるタイプなんだよね。ソフィアは単純に疲れることをしたくないって理由らしいけど、いつもソフィアとサボってたから全速信頼では一番仲がいいって思ってるくらい。だけど気づいたら私だけ取り残されていた。ハクは物覚えは悪かったけど、一つ一つ技を磨いて精度の高い技と技術を手に入れてた。結果は持ち前の戦闘センスと天性の直感、強力な能力で私より体術ができてなくても全く気にならない。ソフィアはもともと強いから能力だけで十分な戦力を持っている。気づいたら私が一番出遅れていた。かなちゃんはすごいよね。私はすごく練習してるのに全然かなちゃんに勝てないよ。それは私とハクが似た能力を持っているのもあるし、能力相性的にハクが不利なんだから仕方ないよ。それでも体術やオーラ技術は鍛錬を積み重ねてる私や石化様より優秀なんだよね。はぁ、かなちゃんはずるいよ。ソフィアちゃんと一緒にサボってるのに私や石化様より強い分野を持ってるなんて。ズバズバ言ってくるね。ハクからしたらサボってる私を横で見るのは気持ちのいいものじゃないのは理解してるけど。かなちゃんは戦うこと自体あまり好きじゃないからね。そこまで熱が入らないのも仕方ないのかもね。そう、私はあまり戦うことが好きじゃない。でもそれはハクも同じ。でもハクは伝え、私はそんな環境に甘えてきた。だからどんなに天才だったとしても私はきっと一番戦いに向いていない。本当はずっとそう思っていたかったんだけどね。強い、ロイド環境の時はそう思わなかったけど、この子体術とオーラ技術がとてつもなく高い。ミミストスプレア、これだ。前輪で炎運転にしているのにもかかわらず全く炎がつかない。私の炎は能力やオーラで防げるほど簡単なものじゃないのに。あの子強いわね。バハちゃんが押されてるわ。あいつの能力はバハとの完全上位互換。しかも知識があるゆえに対応力もなかなかだ。だが判断と熟練度には甘さが目立っていたが、それでもバハートを苦しめるには十分だと判断したんだ。見てましたけど、体術とオーラ技術はロイド環境の方が上でしたよね。そうだな、だがその二つと判断力、つまり経験次第で俺をもしのぐポテンシャルをあの子は持っている。炎の完全耐性は想定外だったがな、言うゆえか。今のところカナが優勢だな。そうだね、予選の時も言ってたけどカナにとってバハートちゃんの脅威って、天秤しかないんだよね。体術とオーラ技術はまあ、今のところゴブカカナの方が優勢。バハートちゃんが何か控えてるにしろ。カナちゃんだってまだ進化解放と昨日までメディアの地獄の訓練をして身につけた、試合用自分支配、もある。正直、一回戦より戦いやすいかもね。それにカナも、光線、置き換える、一緒に訓練をして、俺の思考を見てコツは間違いなく掴んでたんだ。カナほどの才能ならできると思ってたんだ。なんということだ、まさか開始数分、いつもならすでに運勢を掴んでいるバハート選手がずっと劣勢。すごい、こんなにオーラを効率よく出せるだけでここまで威力や速度が激変するなんて。これを1回戦で使えると確信していれば、この調子なら勝てる。まだ次元もある、進化解放もある、なんなら自然支配や秩序支配も温存できている。天秤、実はこれもほとんど対策済みだったりする。かな、バハートさん対策は順調ですか？炎は問題ないよ。でも天秤がね。なら天秤の攻略法を教えます。ぜひ2回戦で活用してください。まず、バハートさんの天秤、この対象になるのは、優勢にしたい対象物一つと劣勢にしたい対象物一つです。熟練度があれば対象物を増やしたり、支配系能力を対象にして大幅に制限をかけることも可能なのですが、現時点のバハートさんはそこまでの熟練度を持ち合わせていません。つまり、カナの自然支配、これをバハートさんが止める術は全く持ち合わせていないのです。どうする、オーラ劣後でここまで攻められたら回避できない。この子はまだロイド環境戦で見せた技をほとんど出していないのに。いや、劣勢にならないのならこれ以上置いていてもこの状況が続くだけ。ならこの子の耐性を下げて私の攻撃手段を増やす。天秤、煉獄優勢、耐性劣後。耐性ありと無断してるところにもう一度私の煉獄使う。木は自ら作る。バーンにフォークレア。メリアが言ってたな。自信が優勢に立っている時こそ、耐
時こそ、不意を突かれるリスクを排除することを考えるのです。バハートさんはさっき私に炎がつかないとわかっているのにまた炎、つまり天秤を使ってその効果が私の耐性低下だとするなら、自然使いファイアーウォール。勘がいいわね、でもそこは私も。煉獄、熱光さん。熱光さん。確か科学には詳しいのよね。あなたの熱に対する耐性と現時点で使っている対策全部もらうわよ。うまい。でも考えたら当然か。バハートさんだって隊長クラス、相性が悪い程度で負けるようなら隊長にだって、世界4位にだってなれやしないよな。そうだね。でもカナが優勢なのは変わりないし、それに1回戦とは明らかに違うことがある。そうだな。次元支配が使えることで、カナ本来の戦い方ができる。次元支配、ダークボール。何それ。私、こう見えて実は攻めるより守る方が得意なんだよ。答えてなかったね。これはブラックホールを球体のように収めた技だよ。次元支配ならこんなゲートもできるってこと。さすがだな。俺の時には使えなかったのかは知らないが、そんな最高にクールな能力を持っていたとはな。バハちゃんまずくないですか。バハちゃん全部負けてるわ。それでいい。同じ年の女の子にここまで完膚なきまで追い込まれたんだ。内心相当プライドに傷が入っているはずだ。だがあいつは相当な負けず嫌い。このまま敗北するような球じゃない。それは俺が一番よく知っている。このまま飲まれてしまえ。あれはまずい。バカみたいにいろんな法則が入り混じったもの。天秤でどうにかできるものじゃない。あの子の技術私にもできないかな。いやできる。だってあの子ができるのなら私にだって。ロイド環境ならしっかり観察して対策、もしくはすぐに自身の技術として取り込む。そんな応用力が私にだってあるはずなんだ。何か感づき始めそうだね。もう言いそうなことをしない。一気に決着をつけるよ。捉えろ、ダークボール。操作可能なのね。何それ。そのまま流れてで次元に飛んでいってしまえ。勝敗が決したら返してあげるよ。じゃあ、なんとこの会場からバハート選手が消えました。ルール上、場外に出た場合10秒間のカウントダウンが始まり、それでも返ってこない場合決着となります。今大会最強の技だな。10秒間相手を別次元の世界に飛ばせばいいだけなんだ。カナにとって容易なことだ。さて、これから10秒間帰ってこなかったらカナちゃんの勝ちだね。なるほど、面白いところを狙ってきたな。10秒間別の場所に飛ばす。確かにそれなら技や技量関係なく勝率が上がる。あんなのずるいわよ。正々堂々じゃないわ。ルールには乗っ取っている。そこを考慮したカナ選手が上手だったというだけのことだ。もしこれで負けるのなら、バハートが浅はかだったとしか言いようがない。戦場はもっと甘くないってことね。バハちゃん。てかね、このまま終わるか、それとも何かの手段で抗うか。どうする、バハート。そんなやり方で私が終わると思う。ごめんね、私はどんなに不利でもあなたを倒す。それだけよ。天秤、現実空間陰性、異次元絶望。カウントダウン前にバハート選手が場内に戻ってきました。試合を継続します。しつこい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。